シャスなのかです。今回の APEX アップデートをちょっとね簡単にささっと説明していこうと思います。今回はランクのシステムとライフラインの強化が目玉になっております。もう目の前に見てるこのバルキリーのね武器いいねって感じなんだけど、まあそれは置いといて、まあ今回ランクの仕様が変わる、今回皆さん注目点ですよ。今回のシーズンね13のランクめちゃくちゃ難しかったんですけど、こちらねスプリット1から2に変わることによってリセットがかかるんですね。まあだいたいランクがこうボーンって落ちるんだけど、その落ちる量を今までだったらもうランク 1.5 ぐらい1ランクと半分ぐらいまた下がってたんだけど、これを1ランクにしたっていうのがこのディビジョン4ディビジョンですね。プラチナ1234ゴールド1234のその1がディビジョンっていう単位らしくて、でそれが4ってことなのでランク1ランク下がってスタートすることになりました。例えばまあ自分がゴールド1だったらシルバー1からのスタート、まあゴールド4とかだったらシルバー4っていう形になりますよっていうわけです。で次にエントリーコスト、これですね、これがねマイナス10になりました。マイナス10全部軒並み下がりましたと。これは恩恵がね低いランク、例えばゴールド以下のランクだと結構ねこのマイナス10っていうのが効いてくるので、今までブロンズで上がれないっていうねすごい絶望的な状況だったプレイヤーたちがこれは恩恵を受けることになりますね。まあアンチ外とか、まあ、アンチ内でちょっと頑張っても全然キルポイントっていうものが作動しないために下がってなかなか上がれなかった、まあ、アンチの中に入って順位を稼がないとどうしても上がれないっていう、そういうところがねちょっと緩和されるかなって感じです。でこのねキルポイントの上昇値っていうのをね変更があったみたいで、これは7から910から12のこちらのね値が変わりました。今までは6キル以降は軒並み 20% だったのが6割4割と、まあこういう風にね変わりました。これはね上位ランクの例えばプレデターの人たちが例えばプラチナ部隊を引き殺しまくっても全然ポイントもらえないから、どんだけやってもマイナスがまあペイできねえぜっていう、そういう問題に多分対策としてやってんのかなって感じですね。意図はね低ランクの人たちが例えば時間なくてブロンズで10何キルしてみたいな人ってあんまりいないと思うんで、あんまりだからほんと10キルとか、まあ、アシスト含めてなんだけど、それでこうなるっていうのはあんまり多分ないと思うんで、普通のプレイヤーだったら6までが限界値なんで、そこで言うと何ら変わりないんで、まあ、そこまで、上振れたら結構ね6割近い、まあだから今まで失われてたね 20% だった部分が6割になったから、ちょっとまあ乗ってくるかなぐらいな話です。はい、まあそんなにここは注目するところではないですね。でティアが異なるこのキル RP ってこれ123って3ってどういうことだって思ったんだけど、ルーキーブロンズシルバーゴールドみたいな多分そういうねランクでごちゃ混ぜマッチングされてたところの補助ですね。これはね多分まあプレデタープラチナもランクあれどういう換算なのかな、ダイヤマスターで2ってことかな、わかんないけど、まあそれが今まで 150% だったのが 200%、50% アップだよっていうわけですね。格差があるそのティア違いのキルをした人たちが、まあ、もらえるポイントが増えましたよっていうわけですね。まあ、正直あんまりこれもって感じがするんだけど、まあ一番でかいのはこのマイナス10かな。マイナス10がちょっとね次のランクちょっと楽になると思うんで、この10って直接的に自分らが楽になるかっていうよりかはゲーム全体に波及するんで、下のランクの人たちが上がってきてくれる、野良が潤う、野良の人がフルパサバに飛ばされないみたいな、そういうね効果が望む、まあワンチャンあればいいなって僕は思ってるんだけど、そういうねことが起きるので、野良でやる人もこう後になれば後になるほどちょっとね伸ばしやすくなるかもしれません。だからストーンポイントで血ヘド吐きながら頑張ってる人たちはまだちょっとね、自分が本気で頑張らなくちゃいけないスプリットっていうのをね、1か、後半でいいかな、後半スプ頑張ろうかなっていうのも、今回のこのアップデートでありかなっていうのが僕の結論ですよ。正直、ワールドエッジで頑張るっていうのもあり。まあ、まずこのランクね。で、ライフラインがちょっと強化されたんですよね。ちょっとじゃないんだけど、結構ね、ライフラインの、このね、ドローンで復活させられるときに、明らかにやべえときに、いや、起こされてると俺やべえ、死んじゃうんだけど、みたいな、箱になっちまうよっていうときに、キャンセルオプションが追加されました。だから、ライフラインの人が起こしてくれた場所が、クソ悪かったりすると、まあ、キャンセルをして普通にノックでノックダウンシールドに変わるっていう選択肢が生まれました。これはね、いいアップデートってはまあアップデートですね。で、ヒールドローンが回復量の量が150から無限になりました。時間そのままでね。で、効果範囲をちょっと広げたよみたいな、倍増してるよみたいな話なんで、結構ね、ライフラインのヒールドローンつなぎでちょっとなんかパワープレイができる場面がもしかすると増える可能性があるくらいですかね。で、ケアパケもちょっとね、クールダウン5分から 3.5 分に短縮したので、ライフラインが地上に降り立って大体、まあ第1サークル収縮ぐらいで多分ウルト上がるかなーって感じですかね。で、そのウルト上がった内容のケアパッケージの中身もちょっと変わって、バッテリーが1個絶対出るようになりました。これ結構いいですよね。で、最初のドロップには青いビームがありませんってこれ言ってるんだけど、まあ、ビームもクソもライフラインのパッケージってケアパケと音が違うんで、音でバレるんで、あんまこれは関係ないです。もう正直バッテリーが追加されたよっていうのと、第1サークル収縮ぐらいでだいたいウルト上がるよっていうのがライフラインの強化のあれかなーって感じでしょうかね。まあいろいろとあると思うんだけど、まあ、そこが今回の、まあ、コントロール復活っていうのもちょっと嬉しい話だし、いろいろとあるんだけど、イベントのこれもね、これも結構嬉しい話なんだけど、まあコントロールもちょっとね、なんか内容変わったらしいんだけど、まあここら辺はまあ始まってからそこまでまああれかなって感じなんでね、デスクリーンの最大時間とかね、スポーンウェーブのやつがだからちょっと短縮されてリスしやすくなったりとかね、まあそういうところはいろいろあるんだけど、まあまあまあで、 IMC の武器庫がちょっと弱体化されてますね。これでここのスマートアイテムシステムよりポップアップがスポーンする確率を減少させられましたみたいな、金の、箱みたいな、そういうね、あるじゃないですか、金アイテムのドロップ率もちょっと下がったりとか、まあいろいろあったんだけど、まあ IMC は多分ランク終わったら多分ストーンポイント誰もやらなくなるんで、まあまあスルーしてもいいかなって正直思います。で、ボセックのゴールドバージョンが3倍スコープに変わったとかね、次から6月21日からね、これはとか、あとはまあそんなところかな。ミラージュのスカイダイブ再出撃のデコイ使用っていうのも、まあぶっちゃけどうでもいいっちゃいいしなみたいな、そんな感じなんでね、いろいろとあるんですけど、あとマップ内、これはオリンパスのマップのガーデンの奥のところにまた施設できましたよみたいな、オリンパス多分コントロールのなんかマップに来そうですね、これはね。これはコントロールのマップに来そうかなっていうのが僕の感想です。で、新しい、まあ、こういうスキンとかね、こういうスキンは正直これスピースキーパーあんま強くないスキンですね。ここはわかんないな、まあ、強いかどうかわかんないけど、まあSMG とね、今回はウィングマンがクラフト武器になったんで、ちょっと環境がね、ちょっと変わるかもしれないですね。エッジの環境、ピースキーパー増えると思います。ピースキーパーが増えて、カービンがっていう、そういう構成、僕の予測ですけどね、地上リスポーンに来るカービンが来て、でそれでカー SMG っていうね、近距離の SMG 武器が消され、 R99 とまあ R400 構成ですよね。 R99 カービンっていう構成が結構地上に溢れる気がします。で、最初の人たち、まあ最初プロゲーマーの人たちは多分ピースキーパーカービンで来ると思いますよ。まあそんな感じでしょうかね。まあそんな感じで今回のいろいろバグとかもバーッと治ってるよっていうところなんだけど、大きいアップデートのざっくりとしたお話は終わりたいと思います。まあ、皆さんどうでしょうか。これ意外だったなーっていう、ライフラインの強化そんな感じなんだみたいなね、まあいろいろと思うところはありますけれども、頑張ってランクまあ HY ちょっとお休みしようかなと思った人もワンチャンあるんでね、今頑張るところが、まあ、頑張り時なのか、まあちょっと無理だったら H の方でね頑張ってみるのもいいかもしれません。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。